あ、じゃあちょっと今回こっちから思い入れになるというかおすすめのサウナを行ってから名前を感じていきましょうか。はい、なるほどね。どうぞ。まあ、やっぱり愛知県のいと言いたいところなんですけど、うん、僕は北海道のニコーリフレサウナ、あー最高です。結構思い出に残ってて、行きたくて行きたくて行けたサウナなんで、1,2,3サウナ、これやった時の感動は忘れません。おしみつです。僕はやっぱりミーハーと言われるかもしれないですけど、池袋軽丸ですね。素晴らしいですね。もう本当にエンターテインメントに富んでいまして、水風呂とかたくさんありますし、サウナの種類もめちゃめちゃいっぱいありますんで。来てもらうみんな言わないので、じゃあ僕行っちゃいますけど、はい、僕はやっぱり行きつけの刈谷市にあるサウナイーグル、はい、地牛市にあるサウナイーグルでございます。あそこはもうね、欲しいところに手が届くというか、ね、そうそう、それだけあればいいよっていうのがビタッと揃って、不動です、最高なんですよ、うん。まあ、ちょっと被っちゃうんですけど、僕もそのイーグルってところかな。で、まあ、てか仕方ないんですけどね、それしか知らないんで。で、なんかみんな断るごとにね、サウナがどうのこうの行ってたり、友達とボーリング行ったらね、次の日なんか、うわ、ゼンリーで見てよ、サウナ行ったんでしょって言って、マジで腹立つんで、いつか潰そうと思ってます。ボーリング場にさ、行って次の日にさ、うへぇ、サウナ行ってんでしょって。お前らあのボウリング場のこれに流すということでね、今日はみんな大好きサウナ企画、はい、イエーイ、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。いや全然降りてきて、一回も降りてきてないよ。いつもなら編集で足ぐらい見せるけど、全く見えなかった。上、上行っちゃってる。あいつらもそうなんか。みんなお前ら二度と使わねえからな。俺ピーッ使うからな。ジョーク中心。ジョーク中心。本日の企画、第1回東海熱波甲子園。どうぞ。意味が分かりません。え、奇抜な企画すぎて意味が分からない。いやいや、もうひねりない。ひねりない、本当にひねりすぎでしょ。普段だったらもうちょっとひねるんだよ。そうですね、まあこれはもう、これもうオリジナルヘンテコ企画じゃん。違うんだよ、ずっとマークがあるからね、熱波甲子園。普通にみんな熱波師に憧れてる人よ。熱波師、意味不明な職業作んな。熱波師。一応説明すると、ロウリってものあるじゃないですか。熱したサウナストーンに水とかアルマ水とかかけてね、その水蒸気を浴びる、まあそれがロウリなんですけど、はい、その水蒸気をぶっかけるの、それをまあ熱波って言うんですよ。またの名を。そうね、こううちわとかタワーとかでね、はい、こう当ててくれるんですけど、はい、それがもうたまらなく気持ちいい。それをやってくれる人が熱波師です、はい、まあ、本当頭上がらないですね。神様ですね。自然と拍手出ちゃうからね。確かに、みんなに拍手するからね。扇風機でいいよ、扇風機。ダメなのよ。何がダメ。お前マナー守れよ。風の質が違うから。どうなんの、仰がれると気持ちいいじゃんね。めちゃくちゃ気持ちいい。うわー、マジで何が気持ちいい。めちゃくちゃ気持ちいいよ。え、うぜえじゃん。何が上がっちゃう。サウナ暑いのに熱いことされるってこと。汗かくの気持ちいい。邪魔じゃん。出てもう嫌がるとこ取れた。もうこうするか。いやということでね、今日はこの4人の中で誰が一番熱波師として優れているかをね、熱波甲子園をして普通に競いたいと思います。甲子園で勝つってのはまあ名前的にはいいわ。まあ野球ではいけなかったけど熱波ならいけるか。代わりにならんだろ。今回はね、この日本サウナ熱波アフグス協会っていう業界のなんかモリモリじゃない。名前そんなに。公式ホームページがあるんですよ。熱波アフグスいいかな。ここに書いてあるね、熱波甲子園の種目をねやろうと思います。はい、じゃあまあ第一種目やる前に熱波師の格好だけ用意しておいてくださいって言ったので、あ、はい、着替えてみてください。はい、はい、さあ、お着替え完了いたしましたね。はい、はい、いつも見てるけど、自分がこの格好そうないからさ。いいね、俺洗剤これに変えようか。でも似合いすぎこれ似合いやな、洗剤これに変えようか。見たことある。いい、全然。先生、まだ着替えてないですか。先生、早く。先生、早く。あ、お待たせしました。はい。お前らやる気ねえの。これはやるなら、やるならちゃんとやろう。おもろい。なんだ、なんでアンダーシャツだけかぶの。アンダーシャツ着るだろ、甲子園なんだから。さすがにこれはもうね、おもろいわ。まあ別にこれで困ることはないからね。第一種目、ドライブでピストボトル落とし。おー、はい。この種目はですね、1本3点、まあ、最大30点ですね、10本あるので、ああこれを公式バスタオルがあるので、あれで仰いで何本落とせるかという公式バスタオルやばい。このなんかペットボトルの中にちょっと水が入ってるじゃん。これもできるやつだね。これはもともと水10センチって書いてあったんですよ。あ、うん、そうですね。10センチでこっち1回検証したんですけど、100無理なんです。いや、何を言ってんですか。サウナ行ってないからでしょ。公式でやりたいんだよ、こっちは。今回はこちらの、はい、まあ、10センチないですけどね、こちらのペットボトルでやっていきましょう。簡易的にということですね。じゃあ1人目、はい、虫眼鏡さん、はい、どうぞ。早速行かせていただきます。はい、距離どこでもいいでしょ。距離がどこでもいい、当たらなければ。
失礼します。どうぞ。どのくらい行くの？は？え？熱波業界から追放でしょ、こんなの物理だね、今の最低でしょ。お客さんに勝ちにってことだもんね0点です。いやー、やっぱちょっとこれはひどいよ。いや熱波師では難しいですから、ね、ちょっとやっぱ風が上に行く感じがある。ああ下に押さえつけないと。なるほどね。続いて芝居です。はい、やっぱね、これは音ですね。音音出しちゃう。この折り返し地点のインパクトが一番大事。パーンと、はい、ちょっと一回それします。ナイス、ナイスロー。いきます、ちょっと中腰で。はっ！うおぉ！うおぉ！素晴らしい。まあまあまあ、5本、ひらりさん15点です。素晴らしいじゃないか。いいですか。うん、かっこよかったな、芝居が目指してるんで。いや、いいな。はい、こういうタイプね。いきます。3人目のスミスさん、どうぞ。はい、もう結構距離戻りましたね。お参ります。はい。おぉ、うまい。おぉ、惜しい。ジバユーと並んで15点です。すごい、悔しいな。もうちょっといけたな。でもこれめっちゃ疲れるわ。これで重いタオル、あれずっとやってんだ。さあ、最後哲也さん。まあ横ですよ、それは。え、一番全力でスイングできない。患者が逃げるだろうが、まあ、これで倒れてみろ。どうすんだこの子が。全然あの優勝の証拠とかマジでいらないんですけど、ただこの3人を喜ばさないためだけで頑張ります。いきます。あれ、ダサ。倒れるのも OK。 スペードロスか。倒れれば OK。 じゃあ似ても僕よりうまいからね。まあまあまあ、いやでもちょっとあれダサかった。ちょっとダサいわ、お前ワンブリでボボン。横がダメなのは痛感しました今。ということで第一種目は芝都市がリードです。よしよしよし、さすが芝居さん強いですわ。ではまだまだ全然逆転できると思うので、はい、第二種目頑張りましょう。はい、第二種目サウナ風速計。おじゃじゃん、はい、1回会うごとの最大数値3回分を全て合算、それが得点になります。はい、え、そんだけ。1種目目は何？ペットボトルが倒れただろう。2個目は風速系だった。見た目が違うだろうか。数値化できたかは1個目で。見た目が違うんだな。じゃあ1番手虫眼鏡さん、はい、どうぞ。ちょさっきのでね、風をつかむ感覚をちょっとね忘れてたので、はい、大きく持ってつかみながら当てるという感じでゆっくり入れる。はい、じゃあここに固定しますね。はい、はい、いきます。 2.7。 はあ、そういうことね。いきます。お、 2.6。薄いわこれ。薄い。おお。2.8。おお。8.1で。8.1。8.1。いや、うん、ちょっと良いスコアじゃないですよ。どうなんだろうね。2番手柴田さん。はい。どうぞ。気づきました。抜刀術と同じ感じだな。ああ。もうゆらーば。生徒どうね。はい、岩本武蔵の気持ちでいきます。うん、どうぞ。来た。2.9。2.9。お強い。あー強い。1.6。あれ、まだ分散したんだよ多分。なんかちゃんと分かれてるよ。明確だよ。分かれてるだろ。いや今強かったことない。分かれてるよ。よいしょ。2.8。おい、いやちょっと2発目も2発目な。合計得点は7.3です。7.3。まあまあまあ、まあ、はいはい、ね、でもこんなのものかな。じゃあ失礼します。失礼します。2.5。よし、わー強そう。強い。1.5。え、嘘じゃん、今一番強かったじゃん。いきますね。下がるんじゃん、お客様に。え、どういうこと。あーしょ。2.5。はい、そんな1も差あった。6.5点です。6.5点。そう、みんな病んだね。なるほど。あれ見てください、あのやったら一瞬だけプラッて回るからする。あ、ファンが。はい、ファン。ただここに最高打点を当てない、うん、そうなんだよね。それはむずい、ね、未熟だからね、あれ一応まあ球で飛んでいく感じはある。あれ、フォーム変えるんですか。あの、さすがにこれの方が強いだろうというか、ね、サウナ式に変えるんですね。サウナ式。お前らさ、サウナにあるもの全部サウナ呼びすんのやめてくん、ね、なんでなんで。俺がキャンプ用品売ってるところで買ったさ、寝っ転がれる椅子さ、整い椅子って言うの絶対やめてください。いや、整い椅子じゃない。キャンプ用品なの。あれ、日本で整い椅子でしか通用しないよ。こういうとこあんだよな、なんかサウナがあったらもうサウナのものみたいな。きっしょりいわ、マジで。はい、ちょっと舐めになってちょっと見せます。はい、いきます。はい、サ
強い。 3.3。 うっおー、え、ちょっといきますよ。 3.4。 お前らさ、囚われてんだよ、固定概念。うわっ、 2.6。 いいじゃん。合計得点は9.3点。うわ、最高スコア。なんか腹立つな。すげえ、すごー、すげえ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 。マジかよ。家で練習してるんでしょ。熱波でやってると思う。家で俺がこうやってたね、こうやってこれか。熱波それすんなよ。熱波かけるのうまっ。暫定スコア出ました。西さん8.1点、柴井さん22.3点、星水さん21.5点、哲也さん15.3点。うわー、一種目めもったいねー。いやでもまあまあいい勝負じゃないですか。来てるじゃん。最後移動します。はい、お、ついにもしかして熱波に入れるんですか。ワクワク、行きましょう。はいはい、見た、哲也、うん、まあ通ったでしょ。まあ普通に素通りしましたけど、うん、ほらあ、ほら、インフィニティチェアじゃん。え、インフィニティチェア話題のサウナ声出し、ととのい椅子。キモ、ととのい椅子。メイン、ととのい椅子、ほら。これだけ大きくさ。おい、見て、これ雑な切り抜き。いや、お前が言うなよ。お前、これ、お前が言うなよ。こんなん飛行士。しかもこのさ、倒れますよのリクライニングの表し方、キモすぎるだろ。めちゃくちゃ同じ画像3個重ねてるだけやん、こうやって。地球だよ。キモすぎるだろ、これは。第3種目、パフォーマンス競技。おーい、いい加減にしろ。なんだお前、意味がわからない。ここまではまあギリ良かった、物理で。なんだパフォーマンスで点数ってのは。落ち着いてほら、こう、仰ぐな、ネットする。てか普通にさ、ヤバすぎない。いやでも一応これ営業後に電源切ったサウナ室ですから、めちゃくちゃ暑くて余熱です。60度ちょいしかないから。あ、ちょろいちょろい、パフォーマンス用でともあるね。ということでね、第3種目パフォーマンス競技なんですけど、はい、これもお客様投票で、本当の競技だと観客25人と審査員8人で多いな、合計33点なんですけど、今回はね、僕らこの2人お客さんが今来てます。お客さん審査員でありお客さん、この3人が1人11点を持っているので、この合計が33点です。はい、うん、あ、重いね、非常に、はい、まあさっきまでちょっと不安だったんですけど、要はこれですか、ね、やってることは実際に。そういうことです、うん、まあ、としみつさんのね、お気に入りのリコーリフレなんでね。そうなんです。あれいいパフォーマンス、あれやばいからね。1、2、サウナ手拍子ながら言うんだよ、みんなで、みんなでだよ、しかもあのグルーヴ感よ。そう、1、2、サウナっていうのがパフォーマンスなんですか。俺あれで音楽始める人マジでいると思うわ。俺がグルーヴ感かっつってお前自分の音楽活動で支障来たぞ。なんでですプラスな方向にしか行かねえわ。ということでね、まあなんでかんだね、60度でも僕らはだいぶ暑いんで、そうですね、サクサクやっていきましょうか。はい、はい、じゃあ西宮さんお願いします。はい、それでは午後12時のロウリュサービスやらせていただきたいと思います。エロリーマイスターの金沢です。よろしくお願いします。ではまずですね、今回皆さんの疲れをよりほぐすためにですね、軽くストレッチなどを行ってからロウリュを行っていきたいと思いますので、じゃあ皆さん僕の真似をして軽くストレッチしましょう。じゃあ手を真上に伸ばします。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、ここは前に回しましょう。1、2、3、4、5、6。ロウリュ中にですね、手先のしびれ、めまいなどありましたら無理なさらず、水風呂で対応してください。それでは早速、ロウリュを組み立てていきたいと思います。今回はですね、皆さんの発汗をより、強めていくためにですね、プランクをしながらロウリュしていきたいと思いますので、1人15回煽りでいきますので、順番にお願いします。お願いします。はい、頑張ってんの、こっちじゃん。失礼します。十分伝わりました。大丈夫ですか。ありがとうございました。では、午後12時のロウリュサービスをしていただきます。ありがとうございました。はい、パフォーマンス。もうちょっといったかな。もうちょっ
できてたな。まあでもいいっすね、イーグルのストレッチサウナの上位互換というか。そうですね、やっぱりその汗をかきに来てたんで、それをより促進させるというか、広いスペースを生かしたいいパフォーマンスだったと思います。このね、サウナスペース結構広いので、それをうまく使ってできたらと思います。点数整いました。はい、私、点数9点おぉ、もらいました。はい、ありがとうございます。僕、8点はい、ありがとうございます。私、8点を差し上げます。ありがとうございます。素晴らしかったです。じゃあ、続いて、はい、はい、お願いします。この緊張感を再現したのよ。今からロールサービスが始まるっていうさ、あるじゃん。うわぁ、うまいですね。あ、もう演出ちょっと禁止です。決まってます。12以上できないからね。なんで12以上できません。ということでね、午後11時からのショートサウナサービス、行っていきたいと思います。よろしくお願いします。ショートサウナ。ハニー、結婚してください。バカ、いや、嬉しい。その指輪に入ってるのはダイヤモンドじゃない、熱々に熱したサウナストーンさ。キャー、素敵ー。サウナ10分、水風呂1分、整った。よいしょ。はい、ありがとうございます。続きまして、ショートサウナ。こちら、当店自慢のマティーニでございます。ですが、お客様に飲んでいただくのはこちらのオロポでーす。むしろそっちの方がいいね。サウナ1分、水風呂1分、整った。よいしょ。ショートサウナ。ロウリュウをやってるかと思ったか。そうだよ、ロウリュウだよ。キンキンに冷たいギャグでございます今のは。今まで面白いギャグ、面白いギャグで、今のは、キンキンに冷えた面白くないギャグでございます。なのでね、ギャグの温冷交代浴を皆さんに体験していただけたらなと。いかがでしょうか。体がふわーっと悩みがなくなってきたんじゃないでしょうか。あー、皆さんは目を閉じて、さあ、整った、整った、 TOTO 整った、TOTO の便器がお腹に乗っちゃった。よいしょー。ということで、ショートサウナでございました。ありがとうございました。サウナ室内で整えるとは。なるほどね。いいパフォーマンスだな。よかったと思います。少し整いました。整いました。はい。私は6点です。ああ、そうか。私、6点です。ああ、そう。私、7点です。ああ。ありがとうございました。どうだ。本家のパフォーマンスが似てますね。やっぱり熱波の量がちょっと。さすがに少なかったかなって。パフォーマンスは間違いなく素晴らしいものだったんですけど。そうですね、反省します。でも素晴らしかったです。素晴らしかった。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、3番で、はい、菊池さんお願いします。じゃあ、ロールサービス中はテレビの方をしてください。はい、ただいまより、午前0時半の、ロールサービス始めさせていただきます。ロールマイスターズです。よろしくお願いいたします。早速なんですが、じゃあ、こちらの方が十分蒸気回っていると思いますので、はい、始めさせていただきたいと思いますが、技掛けを私得意でして、何かお題いただけたら、ちょっと、じゃあ、オロポで、オロポとかけまして、熱波をかける。水風呂。水風呂。整いました。水風呂とかけまして、熱波をかける。外気浴で、外気浴で、はい、整えました。早くない？あ、考えて、今度はちゃんと考えて。はい、
熱波をかける。考えてない。ありがとうございます。全然考えてない。それではただいまよりおかわりのタイムに入ろうと思います。おかわりは私の歌でこの料理を楽しんでください。歌ね。それはパフォーマンスか。それでは失礼します。サウナの数だけ強くなれるよ。サウナ室にある石のように見るものすべてに水をかけて立ちこべるよ。サウナ室に時うわ最高だ。素晴らしい。皆さんバンザイ感謝お願いします。バンザイ、バンザイ、謎かけもめちゃくちゃ上手だったし、ありがとうございます。逆なんです。お客さんもあったかいですね。サウナ室の中にだけでありますよ。すごくあったかいですよ。じゃあ採点をしましょうか。はい、ほぼ決まってました。決まってます。決まりました。はい、10点です。11点です。おお、10点です。素晴らしい。ありがとうございます。やっぱり一体感は僕は大事にしたいですね。あんまり掴みきれてないんだけど、でも雰囲気は分かりましたね。僕もね、パフォーマンス負けたくないで頑張りたいと思います。じゃあお願いします。Ladies and gentlemen、 きらめくサウナの世界へようこそ。近年技術は発達しまして、映画では匂いが来たり体が揺れたり水がかけられたり、いろいろなね効果があって、すごくリアリティをね感じることもあると思います。今回君たちには目をつぶってもわかる甲子園、それをね感じていただきたいと思います。皆様集中してお聞きください。体全体で感じてください。さあ、東海オンエア高校9回裏の攻撃、なんとバッターは5番、ウェイズ。わー、さあ観客からは応援が飛んでおります。ここでアウトだった場合、なんと決勝進出への夢は離れてしまいます。頑張れ大谷高校。あ、さあすごい制限だ。さあバッター、バッターはウェイズ。集中してネクストバッターサークルから立ち上がり素振りをしている。このキャプテンのバッティングに全てがかかっている。対する YouTube 高校エース、出てこいよ、開発光の1球目投げた。ものすごい豪球だ。あ、なんと初球打った。どういう間なの、どういうことだ。これで1本3本来年こそ頑張れ東海オンエア高校。皆さんもご一緒に歌ってください。何度でもこの両手で仰いで、このサウナでー。ありがとうございました。は？なんだ？ちょっと待って、なんだ？いや、疲れてるし、朝から泣いてるかどっち。最初から泣いてるよ。帰りから泣いてんだから。いや、パフォーマンスしましたよ、僕はどう見ても。なるほど。熱波が欲しいって言うんで、熱波でそのね、スイングとか投球とかをリアルに感じてもらおうっていう 4D 甲子園。お願いします。はい、行ったんじゃないか。わかりました。はい、1点。はい、1点、4点です。まあ、ちょっとグルだろ、八百長だ。いや、普通になんか八百長だよ。道理としてもいまいちだったし、あと何よりも実況があまりに不足そうだった。最初から最後まで残念でした。全競技終了、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、素晴らしい激闘でした。はい、後半良かったっす。まあ、激アツでしたよ、本当に。得点の方を発表してください。33.1点。うん、あ、素晴らしい。柴井さん、41.3点。おお、素晴らしい。清水さん、51.5点。うわー、さあ頼む。哲也さん、
19.3点。はっ、いえいえ、優勝は清水さんです。よーいやー、満足、ありがとうございます。いや、最後のパフォーマンスも圧巻でしたね。いや、素晴らしかった。え、ちょっと待って、虫さん何点でしたっけ。33.1点。え、俺は19.3点です。え、いや、さすがに俺全競技勝ってたよ。俺パフォーマンスめっちゃしない。何って、お前出せれよ。19点がいいかげすんの。お前、デシャバンだっけ。競技終わったんすよ、19点俺次からバット持ってくるわは面白動画誌だった。いやまあ、そう、この子に青いって言ったらいいな。次わからなかったわ。